どうも皆さんこんばんは、夏目先生のゲンです。リスニングするリス通りすがりって今考えたさやです。株式会社クソギャグの社員じゃないかな。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、右角、右角。何があったんだよ右角に。疲れちゃったな、もうちょっと今日はもうここまでね。おやめろ、ふざけんな、ふざけんなよ。今日大事なんですから今日の動画。ということでこちらでございます。クモ糸。いや糸です普通に。いやさすがにクモからね糸を採取してお絵かきするとか、うん、そんなことはしないんですが、今回やってく企画はこちら。デドリ。プロの絵師が糸だけでお絵かきしてみた。ふぅー、首かゆー。さあ皆さん、糸でお絵かきということで。でも、皆さん、糸ってお絵かきに使うものじゃないんですよ。はい、いやいやいや、さやさん、偏見は良くないですよ。今回、実はですね、はい、案件でございます。ありがとうございます。騒ぎすぎだよ。喜びすぎだろ。いや、ありがとうございます。ありがたいですけど、ありがとうございます。皆さんですね、今、さやも言った通りに、うん、糸で絵描くのって思ったじゃないですか。はい。実は、そんな表現方法があるんですよ。なんだって？はい、今回ご紹介させていただくのはシルクスレッドアートというね、絹糸を使ったアート表現ということで、はい、あの両面の粘着シートが貼ってあるカンパスの上に糸を貼り付けて切ったり、うんうん、ちぎったりして、はい、であとはこよったりして、うん、とにかくいろんなもう表現は自由なんですけど、あ、じゃあ刺繍みたいにこう針を使ったりとかはそうそうそうじゃないですよね。だから皆さん気軽にチャレンジできるんですけども、うん、じゃあゲンさんの穴の間ズボンをどうにか作ろうってやろうと思ったけど、逆にえらいこっちゃになっちゃったさやさんでもできるってことね。ここに魔物が封印されてますみたいな、なんか地獄のような、なんかさ地獄の門みたいな。裁縫技術 E ランクのさやさんでもできる、はい、でもできるというわけです。そうね、はい、まあ、ちょっと見ていただいた方がね、うん、早いと思うのでこちらでございます。ドドンと、ででん、お、糸が出てきた。はい、糸が出てきて、これなんぞやって感じなんですけども、うん、これ今ここに透明なフィルムがここ粘着になってます。ここね、本当だ、ペタペタだ、はい、ペタペタなってるんですけど、はい、じゃあこれどうするかというと、下にお手本あるじゃないですか。ここにもう糸をね、主線を張って、うん、でこの真ん中の黄色い部分とかはこのフレークって言って、絹糸を粉状にしたものってなんか不思議な粉があるんですよ。このね、絹糸フレークを使ってもう塗り絵のように楽しめるっていう、だからお絵かきができない人でも楽しめるアートなんですけれども、うんうん、さあ今回ですね、なんと、はい、夏目さんちコラボ商品出していただくことになりました。ありがとう、ありがとうございます。こちらが夏目さんちと、あとは夏目さんちを作る粉です。怪しいな。これは動画の最後にね、作らせていただければと思うんですが、はい、さあ皆さんこちらです。でで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 でんと、いやもうね、今回ありがたいことにですね、フジックスさんにですね、こんなにシルクスレッドアート用の糸を綺麗な糸たくさんいただいたので、ね、今回は、はい、実はですね、あの今みたいに下にお手本が貼ってある状態でお気軽に皆さんがチャレンジできるっていうものあるんですけども、それじゃ物足りねえぜっていう方のために、あの無地のものがあって、それがこちらです。ここに今から A4 サイズの台紙を使って、もう自由に夏目さんち好きな絵をでっかくちょっと糸で表現していっちゃおうかなと思いますので、それでは最後までご覧ください。ドイト。それでは早速やっていきたいんですけれども、はい、ここになんと自分で描いた下絵を貼り付けることができるようになってます。じゃあなので今回ね、うんうん、夏目さんち用意してきました。下絵です。せーの、じゃじゃーん。今からねちょっと糸で乗せていくので薄くなってるんですけど、はい、まあざっくりこんなのを作るぜっていう、もう今回は僕の大好きなこのメカ女子、ちょっとこうミステリアスな感じの、はい、ビビッとな感じのメカ女子を描いていこうかなと。さやさんもなんかよく見えるね、あの棚卸ししてきたひまわり少年。そうです、あ、うん、彼は、はい、船渡しの少年。船渡しなんだ。あ、そうそう、旅の先で山奥の民族の村に旅に着いた主人公が出会った船渡し兼案内役の少年です。ほう、なるほどね。言葉は通じないけどすごく微笑んで迎え入れてくれるっていうワンシーンです。勝手に楽しそうですけど。あれ、ケイさん、なんか小さい声が聞こえない？何？早くしてって言ってる。そう、糸の声聞こえてる。糸の声が聞こえてる。早くしてって、語ってないで早くしてって。糸が呼んでる？早して来た。さあ、それではね、じゃあまずは自由に自分たちの好きな子たちを糸で作っちゃおう。作っていきたいと思います。これね、ちゃんとあのキットというかついてるので、それをね見てやっていきましょう。ねえ、はみ出てね、目でずれた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 。
う見境なく他人の画面保護フィルター貼って失敗したい。クソやろうじゃん。じゃあまずね、第一段階、下絵を貼ることができましたよ。じゃあここに、今度糸を貼る用の粘着シートをね貼り付けます。これですね。はい。これオーバーサイズになってるので後ほど切ればいいので、ここ安心してくっつけていけると。はい。はい、これで粘着シートが貼れたので、今度は仕上げに両面粘着シートのこの剥離シート、これ上を剥がすと初めてここが粘着質になるというわけです。おー、よよよよ、あー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 、さあここが粘着面になってます。ホコリとかもバッチリキャッチするのに気をつけて、さやさん。そしてこれを上に貼りましょう。保護ですね。作業するときにこう手をついたりするときとかにこうやってこれ貼ってあると、余計なところに手の油がついたりとかしないようになってるのでやりやすいですね。さあということで、こちらで準備完了しました。さあじゃあ早速初めてのシルクスレッドアートチャレンジやっていこうと思います。今回作業するために、はい、これね、シルクスレッドアートのね、専用のピンセット。糸がこう、持ちやすいというか、細かい作業に適したピンセットです。あとね、糸が切りやすい、こういうハサミがあると便利です。うんうんうん、これ平らになってたりとか、そうね、こういうね、形のがあると便利ですね。よし、行くぜ。行くぜ。これさ、糸を全部束ねた感じでやったらどうだろう。糸で何でもやっていいっていう感じだもんね。そうです。まあ、特にあれですよ、縛りはないわけです。楽しんじゃってっていうパートです。もうここからは、ここからはパーリーしちゃってってこと。そういうことよ。陰キャなのに。やめなさいよ。網でくっつく。あ、いいねいいね、早くね。おーすごい、くっついた。え、待って、これ楽しい。どうしようどうしよう、私こういう作業めちゃめちゃ好きなんだけど。そう、さやさんこういうね、細かい作業が好きなの。いや、楽しい。これ楽しいよ。糸独特のさ、なんか光沢があるからさ、それもめっちゃ綺麗だし、あとちゃんと立体になるっていうか。そうだね、これ仕上がっていくと立体になっていくね、これは。ね、それこれは大発見だよ。大発見じゃないですよ、もうすでに用意されてるんですよ。敷かれたレールの上走ってるんですよ、我々は。迷子の迷子の絹糸ちゃん、俺が導かなきゃどこに行く、ここです。翻弄されてるじゃないですか。お家を聞いてももう切り離されても俺は帰ると場所なんかねえんだ。かっこいいやついる。旅から旅への寝なし草みたいなやつがいたわ。いやこれ花びら一周できたら勝ちだよ。まあなんとかひまわりだけを作るんだったらそうですね。うん。ひまわりだけ作るんですか、先生。当たり前でしょ。あ、そうなんですか。え、男の子はどうするの。見える人にだけは見える。やめろ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 。怪しい男の子にするんじゃないよ。自由な表現ができますね。そういうことじゃねえから。ゲイさん、ゲームしよう。いいよ。山手線ゲーム。そういう感じの、そういう感じのゲームするんだ。中国の皇帝の名前。ニッチすぎるだろ。デンデン、リエン、デンデン。衛星。デンデン。それキングダムじゃない。やめろよ。それしかないんだよ、俺もう。なんで今やったんだよ。さあ外周ができたと。これで、お、あとに今ね、ここの時点で気づいたんですけど、うん、ここに来てメカ女子の強み出たよ。どこに貼ってもいい、どこに貼っても最終的にいいんじゃねっていうメカ女子の強み今すっごい感じてる。そう、でもさっき恨んでたじゃないですか。うん、今大好き、愛してる、やっぱり君しかいないよ。うわクズだ。戻ってきたわ。やばい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 、朝起きたら突然変異したお父さんを見てしまった時と同じぐらいやばい。わかんない感情が。なかなか共感できない、みんな。危なかった危なかった。さあ完成まで一気にこうペタ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 行っていきましょうか。ペタ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 、いやーこれも敷き詰めるのね、はい、すごい敷き詰める作業めっちゃ好きやん。さやこういう細かい作業好きですよね。え、しかもなんかさ、達成感すごいんだよね、これ。そうね、これ本当にね、コツ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 進んできて、ね、気づいたらできてる時の嬉しさよ。いやもうふわふわ、はい、ふわふわ。まあ、とりあえずね、はい、メインなんかアクセントというかはっきりさせたいところは、うん、この糸をそのまま貼り付ける手法を用いてますね、うんうん、それであと残りこれがフレーク。フレーク、これがもう醍醐味のフレークというか、ふわふわした絹糸ですよ。すごいよねこれね、発想がすごいよね。いやもうふわふわした絹糸ってこんなになんかこう貼り付けてさ、うん、なんだろう、水彩絵の具みたいになるんだって。いやそうそうそう、だから皆さんが思ってるより自由よこれ、うん、ね、水彩絵の具みたいに見えるけど、それよりもさらにこうふわっとした。実は水彩絵の具じゃないんだよ。もう分かってるよ。みんな分かって見てるよずっと。あ、そう、このグラデーション感とかも出るんですよね。僕も手先もふわふわだし、心もふわふわだし、でも時間はすっごくかかります。そうね、はい、もうこれはね、もう毎日コツコツやって、そう完成させるっていうようなやり方がすごいね、いいかもしれない、うん、
休みの日とか毎週コツコツやって進めるみたいな。いやいいね、この夜さ、夜こうお酒を飲みながらさ、あの寝る前にちょっと進めようかなっていう憩いの時間。はい、ということでできました。はい、じゃあいきます、せーの、デドン。おお、いいじゃないですか。なんかさ、思ったより水彩画っぽくなったイメージ。そうだね、う、これ今いろんな技法を盛り込んでみたんだけど、うん、これ僕の場合はまずアウトラインを取るときに糸4本同時に置いて太い線を最初から入れていくっていう。横深き者のセレナーデと名付けよう。じゃあいきなり4本いきなり4本使っちゃうからね。横深き者のセレナーデをまず奏でた後、はい、これ目とかのところをすごい細い糸で1本1本引いていって、繊細なるプレリュードってわけ。全部あるんだ全部あるんだ、その 曲の感じでそうそうそう、グラデーションすごいね。そう、フレークって言ってこういう感じで、もうこれ絹糸が粉状になってるんですよね。そう、すごいよねこれね。でそれを置いて塗っていくイメージじゃない。うん、そう、でもね、あの触った感じふわふわなの。そう、フェルトみたいな。あ、そうそう。で意外とやっぱこのね、ビビッドな色もあったんですよ、僕の好きな。弱ったなって思った、ね、そう、弱ったなって思ったっていっぱい入ってるでしょで、それなんか本当になんか水彩画みたいになったね。あ、そうそう、先にポイントになる色を置いて、はいはいはい、であとなんかわっわーってこういろんな色わーわーって。いや、もうわかんない、もうわかんない、そっからわかんないもん。こうなるね、楽しそうなことだけやってた。いやでもこれ、ね、初チャレンジだったんだけど、糸だけでお絵描きすごいわね。こんなできると思わなかった。いや、黙々とできちゃうこれは。はい、でこれ今フレーク状になってるんだけど、糸をほぐして、うん、ふわふわして貼り付けるっていうこともやりました。ふわばり、さっきまですごいなんか中立性なかったの、これふわばりなんだそうそう、この辺とかふわばりなんですよ。これ触るとわかる、ここほら。あ、ほんとだ。あ、フレークのとこよりふわふわしてる。でこれがいいんだよね。あ、そう、あ、これなんか刺繍みたいにできるのがあって。あ、そうそう、これ本当に貼ってるだけで。そう、糸をそのままね、うん、敷き詰めるように貼ると。そう、だから強調したいとこだけこう糸敷き詰めて。そう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 。あとはなんかふわーっとフレークで塗ってるみたいな感じにして。どう？いや、いいんじゃないですか。ひまわりで攻撃してくる男の子。やっぱ攻撃してくるんだよやったー、できたー。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、でもすごい楽しかったです、ね、ありがとうございます。楽しかった。さあ、ということでなんですけれども、はい、これ今回今ね、僕たちがオリジナル作品としていつものようなね、自分たちが描いてるようなものを作らせていただいたんですが、はい、今回こちらですよ。でどん、でどん。さっきも見せました、これ夏目さんちコラボ商品ということでね、今回出していただくことになりました。そう、これ一応ね、どういう感じになってるかというと、皆さんはこれをね、見たらなんとなくわかると思うけど、なんかこいつら構成されてそうな色でしょ、はい、そうそうそう、なんかナピ目でしょ、これこれゲンさんだよね、多分これもゲンさんで、でこれもゲンさんで、これがサヤかな。おかしいだろ、ゲンさんなんか炎の力に目覚めてくるかなじゃあ土に帰った、土に帰ったいやいやいや、こんな感じでね、あの、はい、もうね、あらかじめ入ってるんだけど、夏目さんちが芝生に転がってるみたいな表現にできたらいいなと思ってるので、皆さんがやるときに色がでも分かんないよってなっちゃうので、はい、今回夏目さんちがお手元に届くお手本を作らせていただきたいと思います。しかし自由に作ります、さやさん。いや、さやさん緑とかにしないでよ、絶対。緑になりたい、緑になりたい。やめてやめてやめて、何のわがままそれやめて、血だまりのカーペットの中緑のさやさんとかやめて、本当に逆転するだけ偉いこっちゃうからよし、じゃあ作っていきましょう。もう不安でしょうがねさあ、ということでね、早速今回ね、2回目のタイムラプスになりますよ、はい、お邪魔しますですよ、はい、さやさんは緑色のさやさんを作らないでくださいね、大丈夫ですか。まさかあんなに止められるとは思わなくて。というわけでね、ちゃんと真面目に色赤いさやさん作るんです、作るんですね、はいはい、まあ、ということで今回は僕はね、はい、すごい細い糸とちょっと太めの糸を使い分けて、うん、あの1本でやってるんだけど、さや、うん、はね、アウトラインをね、糸2個重ねてるんですよ、2本。あ、そうなの。ちょっと太めにして、うん、なんか絵本っぽい感じにしたいなと思ってね。はい、 はい、 はい、はいはい、でもやっぱりね、こうレストランで食べるオムレツのようにふわふわな出来上がりを目指していこうと思います。やっぱりね、キャンパーとしてはね、そういう点を。キャンパー何気にアウトドア感出してきたでもこれで本当に2人ともね、仕上がりが変わっていくので、最後ね、皆さん楽しみにしててね、並べた時にね、はい、違うと思う、私とゲンが違う人間だってことに気づくでしょう。気づいてるよ、みんなはい、ということでできました。2回目ということで、2個目作りましたよはい、いきます、せーの、デドン。おー、全然違う。完全に同じ元々の線画からね、うん、作ってみて、
や全然違うのが、そう線も一緒、材料も全部一緒だけど全然違うのが出来上がった ね。もう本当になんかその人なりのアレンジとかをやっていくとね、個性出ちゃったな、うるせえな、なんでちょっと巨匠みたいな雰囲気出すの。でもこことかも僕の方は完全にフレークを混ぜて作ってるんだけど、うん、こっちはさやはもう黒の糸で作ってると。あとさ、決定的な違いが1匹いるんですけど、なんで寝てんのナピメ。ナピメ熟睡しちゃったんだよね。なんかいや僕の方のナピメにっこりしてんのにさ、うん、サヤの方のナピメ寝てんねん、寝てんねん。まあ、でも本当に自由にね、うん、もちろん僕のこっちの方みたいに元の絵をトレースしてもいいし、自分なりのアレンジを加えちゃってもいいし、楽しく塗り絵感覚でできちゃうので、皆さんもぜひねチャレンジしていただければと思うんですが、はい、はい、こちらシルクスレッドアートさんと夏目さんちのコラボ商品、数量限定でただいまより、はい、概要欄からご購入できるようになってるみたいですので、皆さんもし気になる方はね、こちらの夏目さんちコラボ商品、それかもしくは他の、はい、気になるものがあったらそれもぜひぜひ見てみてください、うん、はい、じゃあ皆さんもね、はい、ご自宅でぜひふわふわの夏目さんち作ってあげてください、はい、ま、元より言ってることもやってることもふわふわしてるんですけどね、あやお